はい、戻ってまいりました。でね、ちょっと調べたんだけどね、ね、さんまさんとデニオさんかってな、お母さんがね、あれだったね、ゆずきさんだったね。あれ、京子さんの声の人ですね、からだと。でね、あのメガネのお姉さんが秋城さんだったね、カズナとかの声の人ですね。で、先輩がね、確かね、あれだ、トーコのお母さん、なんだっけ、千鶴さんか、の声で、で、なるみさんが、まさかの、ゆかりちゃんの声だった。だいぶ雰囲気変わるんだね。だいたいそんな感じかな。うん。で、やっていきましょうと。やっぱり、井上さんの声優さん多かったですね。馬波豪太さんもいたしね。うん。豪太かな、あれで。うん。馬に、まあ波、なんだろうな、波盛りの波に、硬い、こう、うん、硬直の効果なのに、太いでね、うん。まあね、うん。よし、うん。結構ね、うん、あれだからね、有名な、うん、方が何人か。うん。今部屋を用意させますから、それまで応接でおくつろぎくださいな。ほうほう。うん。いや、ほくろいいですね。うん。ベニオ、帰っていらしたの？お？ああ、姉上。ただいま戻りました。お姉さん。うん。雪が強くなる前に戻ってこられてよかったわ。お客様ですか？これがそうですね、カズナさんの声。なんかイメージがだいぶ、うん、カズナなんか声高いイメージだからね、うん、ええ、この雪の中迷っていたようです。村の方へ行きたかったそうなのですが、この天候ですし、家へ招きました。ふむふむ。そう、大変でしたでしょう。あ、でもなんかわかるな、うん。私は七月家の長女、愛と申します。愛さんですね。うん。小林さとし。桐原倉庫と言います。倉庫さんいいですね。あー、これがあれか、千鶴さんの声の方か。なんかあれだからね、体だとあんま目立たなかったから、結構なんかメインっていうか、うん、なんだろう、すごい重要な。姉上、立ち話もなんですから、応接へご案内差し上げたいのですが。うん。ええ、そうですね。ではこちらへどうぞ。まだ出てきてないのってなんだろうね。妹ちゃんがなんかいるとか言ってたっけ。うん。その子が結婚するんだっけ。気になるとこですね。うん。どうぞこちらへ。ああ、いいですね。この人はなぜかほくろがない。なぜかってまああれなんだけどね、この人なんか欲しいよね。うん、メガネにほくろは多分いいですね。うん。うん、今熱いお茶を入れてまいりますわ。これすげえいい人たちだね、うん、だって何の予定もなくね、いきなりさ来た人たちをこんな歓迎してくれるって、なんか、うん、事件の匂いだぜ、うん、どうぞおかけになってくださいな。 ありがとうございます。で、これか、さっき言ってた、これはまずいですね。テロです。この辺りには他に民家もありませんから、本当に良かったわ。これから吹雪は強くなる一方でしょうし、下手すりゃ死んでたかんね。うん。ええ、この時期は毎年決まって数日間も続く猛吹雪がやってくるんですよ。すごいよな。おー、すげえ。
この辺りの地形も関係しているのでしょうけれど、山の神様のお怒りではないかとも言われているのですよ。なるほど。神様の怒りですか？あ、帽子がすげえ、なんか想像してたのとちょっと違う、ゆかりちゃん的な感じかと思ったけど、結構あれだね、なんかきっちり、もっときっちりしてると思ったけど、なんかいいね。ええ、七月家への災いとも言われていまして。ああ。姉上、そのような物言いではお客様が怯えてしまいますわよ。あらよ、トイレって呼んでしまった、すいません。さあ、お茶をどうぞ。おぞっす。うん、この吹雪も七月の呪いなのですか？ほう、かもしれませんわね。何しろ父上の遺書にも呪いについて書かれていたそうですから。そうですからってことは自分は見てないのか。やめなさい、ベニオ。めめめめめめん。冗談ですわ、姉上。ちょっと投稿っぽいな。うん。お父上というのは先日亡くなった七月光成氏ですか？お、よくご存知で。ええ、よくご存知でいらっしゃいますね。うん、そういうあれを調べに来たのかな、要するに。この方たちは七月家の伝承簿を調べになっているそうですわよ。ピンポイントすぎるわな。伝承と言いましても、はあ、そのようなことはおいそれと口に出してはいけないものでして。なんかあれかな、拷問とかなんかそういうなんかのがあるのかな、よくわかんないけど。あ、まあでもあれかな、ブラックな感じなのかな、その辺は。うん、うん、機嫌そうに。ああお母様。お母様、うん、ゆずきさんですね。うん、そのままで結構ですのよ。そうだよな、ゆずきさんってさ、こないだ知ったんだけど、すっごい有名な声優さんだったっていうことをね。他のね、結構いろんな作品にも出てるし、まさかスクールデイズの世界様だとは。うん、ねえ、あれはすごかったわ。この館の現当主、七月真也と申します。このお近くで遭難されていたとか、大変だったでしょ。いやでも一歩間違えば。それはそれは、ぜひごゆっくりなさってくださいませね。ありがとうございます。すごいなんかあれだ、いい人そうだわ。どうぞお構いなく。光成氏が亡くなられてからまだ日も浅いのに、お邪魔して申し訳ありません。なんかかっこいいね、倉庫さん。倉庫さんかっこいいな、なんか、うん、真正面から見た倉庫さんかっこいいわ。うん、かっこいいよねまあ主人のことをご存知で。それを調べに、うん、いくつか楽曲を拝聴させていただいたことがある程度ですがあ、すいません、ちょっと咳が。主人が聞いたらとても喜ばれたでしょうね。楽曲ってことはなんか音楽に携わってた人なのか。うん、そうね。君のような子はあまり聞きそうにない作品だろうけど、知る人ぞ知るという感じかしら。どんな感じなんだろうな、組曲みたいな感じかなはあ、近年はめっきり曲も作れなくなってしまいましたから。それでなんか、あ、それで自殺なさったのですわ。あらよ、
ベニオ、おやしなさい、アイ。それが事実なのですから。このマヤさんはなんか第一印象はすっごいなんかド S な、なんか厳しい感じかと思ったけど、すごいなんかおっとりとした、おっとりっていうかなんかね、落ち着きがある、なんかすごい柔らかい感じの人かな。柔らかい、柔らかい、うん。自殺されたのですか。まあそういう感じなんだ。ええ、主人は病魔に侵され、余命いくばくもない状態でした。ある朝寝室に伺った時にはもう、なんとも。そうでしたか、申し訳ありません。いいえ。ところでお二方はいつまでこちらに逗留なさるおつもりですか。逗留、逗留門。あーねえ、しばらくやみそうにありませんわよ。あらよ。そうですわね。部屋を用意させますから、お好きなだけとどまってもらっても構いませんのよ。今回の舞台はもうこの屋敷内の話なのかな。あのカルタグラとかね、カラみたいな、なんかいろんなとこ動き回って探索って感じじゃなさそうだな。うん、要するにあれだ、密室っていうかもう完全にかまいたち状態か。うん、そうだわ。ぜひお二方にも結婚式に出席していただきましょう。いいんですか、いいんですか、いいんです。カビラがいた。うん、結婚式と申しましても、そう格式ばったものではありませんよ。身内のみで行うささやかな儀式のようなものですから。でも普通いきなりね、見ず知らずのってなりますよね。うん、そんなことありませんわ。ここのことをお調べになりたいのでしたら、ぜひご覧になるべきかと存じますわ。意味ありげない。この人たちコミュ力高すぎだろ。コミュ力高いわ。コミュ力って言いづらいよ。コミュ力、コミュ力、コミュ、ミュ、ミュ、って言いづらいよね。ミュ力って、ミュ、ミュ力、もう言えない、いや。何か関係があるのかしら。これいいな、このこの顔いいな。倉庫さんいいですね。うん、もちろん、とても変わった風習ですから。気になるわ。そう、ではお邪魔させていただいてもよろしいですか。ああ、でも服がこのままでは。マジ気にまくりングだな。気になりまくりング。うん、さすがに、いや、さすがに構いませんことよ。構いませんか。なんかでもいい、いい感じの服だけどね。なんかなんかね、うん、悪くないと思うけど。儀式中お静かになさってくだされば問題ありませんよ。意味深。そうですか、ではよろしくお願いします。正面イケメンだな、マジで。かっこかわいい。うん、結婚の儀は午前0時からですので、それまでごゆっくりなさってくださいね。はい、では私は準備がございますので。うん、はい、ベニオ、お客様に屋内を案内して差し上げて。うん、わかりました、母上。ほう、うん、すげえな。そうね、このお二人の母親だとはとても思えないほど若く見えるけれど。あ、結婚式というのはどちらのですか。うん、このゲーム今んところ美人しか出ていないという。だけど先輩も十分、十分っていうか、なんかもういいですね。みなとさんだ、なんだっけ、なるみさんか、
なみみさん今んとこ俺の中でツボなんだよね。末の妹のです。末の妹、まだ出てきた。私たち三人姉妹なのですわ。おお、もう一人ね。その方はどちらに。うん、式の前ですからお部屋で待機していると思いますよ。ほう、後で機会があれば紹介しますわ。ぜひぜひ。そうですわね。ですがその前に館内をご案内いたしますわ。おお、ありがてえ。私かベニオ、どちらが案内しましょうか。これはあれですかね、選択肢ですよね。とりあえずセーブしとこう。多分大丈夫だと思う。すごいな、これ体験版でしょ。体験版なのに100個までセーブできるっていう。どんだけ体験できるの。体験入学か。うお、なんかあれだ、あれっぽいね、モザイクみたいになってるいい具合に。さてこれはまあこっちでやってもらいましょうかね。いろいろ教えてもらえそうだし。うん、わかりましたわ。よろしく。では私はこれで、また後ほど。いい人たちだね本当に、うん、いい人たちオブザイヤーなんだけど私たちも参りましょうか。うん、こういうなんか人たちって結構なんかね厳しいっていうか、なんかね、なんだろうな、雰囲気そうだな、海猫みたいな、そんな、海猫か、海猫っぽいよな、そういえば。館があって、でもまあ別に違うか、なんか紛れ込んできたっていうあれもなかったしな。応接室の玄関側にある部屋は物置になっております。その向かいが電話室で、その隣は事務室ですわ。ベアトリーチェ様。ね、狼隠しとか結構俺好きだけどね。PSP だっけ、俺持ってねえんだよな。ちょっとやりたかったけど。この一番奥は大広間、皆さんにくつろいでいただく空間になっていますの。ふんふん、あれって何だったっけ、グレープフルーツっていうか、なんか食うとおかしくなっちゃうんだったっけ。なんかあんま微妙にしか覚えてないけど、グレープフルーツじゃねえよな、夏発作だったっけ、夏みかんだったっけ、よくわかんねえけど。うん、あ、さっきのイサム様、博士、先ほどお話ししたお客様をご紹介いたしますわ。ふむ、こちら当家の主治医の三日薙先生と、今日の式の主役でもある六葉イサム様ですわ。三日薙きっかかるんだよな。どうも、三日薙博士と言います。遭難していたという人たちだね。ほほう、桐原倉庫です。うん、お医者さんですか。父もこちらで主治医をしていまして、後を継いだんです、うん、本当は博士なのに、ベニオさんには博士といつも呼ばれていますがコナン君にも出てきますね、後のアガサ博士である。まあメガネかけてるってこと以外何の共通点もないんだけど、ね、これがハゲて太ってヒゲになるのかおや、小指を怪我されているようですね。すいませんでした、謝罪します。三日薙なぁ、で俺逆だと思ってたさっきまで。うん、外を歩いてる時にぶつけてしまって、後で湿布か何かいただけますか。あの、じゃああれか、富士先輩の方が六葉さんなのか。ええ、もちろん、骨に異常が出ていると困りますから、診察もいたしましょうか。いやだってさ、普通なんか新郎が白いスーツっていうか、まあいいや。いえ、それには及びませんと思ってしまったのだ。ヒロシ、初対面の女性を口説くのは感心しないな。隣の彼が困っているじゃないか。富士先輩、この人がじゃあ結婚相手の人ですね困ったね、決してそんなつもりはないのだけれど。はあ、君の名前は。うん、おめでとうございます。ああ、ありがとう。イケメンだわ。
しかし、イサムが身を固めるなんて驚いたよ。身辺整理はもう済ませたのかい？おやおや、やっぱあれだな、このさ、博士くんは絶対に髪後ろ切った方がかっこいいよ。要するに、まあ、彼は随分と遊んでいたからね。いろいろと片付けなければならないことが多いのさ。ははん。人聞きの悪いこと言わないでくれないか、ヒロシ。君ほど遊んじゃいないよ。やれやれ。くっ、イケメンは死ね。うん。僕はいつだって本気の恋をしているつもりなんだけどな。こいつ犯人、絶対犯人。このポーズは犯人。お二人とも、お客様が呆れられてますよ。うん。君はいいね、綺麗な恋人と一緒だから。うわっ、まだ即と即否定されるのかな。どうして男女が一緒にいるとそういう想像ばかりするのかしらね。そんななんか嫌そうな顔しなくてもいいじゃん。うん。あー、いやでもなんか逆にそのなんかギャップっていうか、なんか君たちは学生かな。うん、学生ってことはやっぱ大学とかかな。うん、ゼミ。うん、民族学か。もしかしてここのことを調べに来たのかい。17、8じゃないか。じゃあ、うん、20歳とかそんぐらいか。うん、同じことさ。七月村の言い伝えはほとんど七月家発祥だからね。ほう、西洋か。そうらしいね。まあほとんどは噂話に過ぎないよ。田舎はそういった話ばかりだから。あー、なるほど。僕も船で外に出るようになってからいろんな話を聞いたけど、ここ以上に奇妙なところはあまりなかったね。すげえな、船かよ。自家用だろうな、きっと。あ、僕の家は七月家の縁石でね、宮城の石巻で貿易業を営んでいるんだ。とは言っても小さな会社だから、僕自ら船に乗っているんだよ。はあ、ねじり鉢巻きをしてあれか、網をやってマグロでも。似合わねえ。釣り船幕の内に行け。確かに、すげえな。もっとも最近はずっとここに滞在しているから船に乗っていないのだけどね。船ね、船なんかな。なんか旅行行った先でちょっとフェリー乗ったぐらいだよな。こういう風の強い日は船に乗っていなくてよかったと思うよ。確かに。かまいたちだ、マジで。今夜。ああ、そうだ、ベニオに頼まれていたものだけど、ロンドンでうちの社員が見つけたそうだよ。ほう、なんだ。今夜12時誰かが死ぬみたいな。まあ、本当ですか？1日目午後。あ、っていうか今気づいたけど、あれなんか模様だと思ったけど時計だね。6時20分かな。はあ、こういうとこもちゃんと見ときなさいよっていうあれなのかな。はあ、ここに来て、うん、そろそろ1時間ぐらいやってんだけど、やっと気づいた。うん、何と言ったかな、確か呪いの。何？あら、それ以上おっしゃってはいけませんわ、イサム様。怖いですね。うんうん、何でも何でもございませんわ。そっちが素なんだね、きっと。うん、そのなんかかっこいい方が素なんだろうね。イサム様、お客様を他の方にもご紹介しなくてはなりませんので、そろそろ失礼いたしますわ。ふむふむ。ああ、分かっているよ。
僕よりもヒロシの方に行ってくれないかな。おや、口説く気満々ですか。はあ、博士。ああ、すまない、つい話し込んでしまったよ。いえ、お気になさらずに、楽しかったです。うん、また後で。こいつ誰かに似てる。あ、ちはやふるの新たに顔がすっごい似てる。だ、後ろの髪を切れ。そしてお前はカルタをしろ。一心不乱にカルタをするんだ。博士がご迷惑ではございませんでしたか。ははん、大丈夫。あいつ今頃やっと二人きりになれたねっていう感じで、そう、きっと百人一首やってから二人で。いえ、お気になさらずに。すごいね、アニメ面白いよね、ちはやふる。カルタアニメですよ。すっげえ文字でマジで。軽い触診よ。折れている可能性もあるから、あまり動かさないようにって言われたわ。折れてる、まずいじゃん。普通に生活する分には問題ないわよ。折れてる可能性あるのに。まあ指か、まあ、手首とかだったらあれだけどな。はい、何でございますか。はあ、さあ、気のせいではございませんか。なんかあるんですね。呪い。西洋の神秘学などに興味がありまして。そっち方面なんだな。うん、まあ近いといえば近いけど。ああ、なるほど。さてと、一旦切ります。ああ。